はい、1、2、3、4、5で打つよ。うん、例えばこれでパッという一挙に来ましたよ。はい、いいよ。はいはい。僕は引いてるんですね。うん、引いてるから絶対触れない。うん、しかし体は矛盾してこう打ってるんですよ。抑えてください。はい。はい。ほら、当たってます。今当たってます。そうですね。これどうやってパワーですかと、本当に大反響を巻き起こした宮平保先生の見えない月、覚えていますか？はい、ほら当たってます。今日お見せするのは別角度からの映像。実はこの時もう一つのカメラで撮影していたんです。果たして違う角度からは見えるのか。はいはい、で今度は意識で、はい、当ててみます。来ましたよ。はい、いいよ。はいはい。でも今理屈は分かるんですけど、できないんですよ。どうでもできる。今日の黒帯ワールドはこのお二人。世界中の空手家が憧れる男、中達也先生。超実践的な中国武術の使い手、宮平保先生。実はお二人同い年、現在55歳なんです。見えないですね。さあ、カンフー達人の見えない月、あなたには見えるかな。初めて見る人のために、最初に前回の映像、その後に別角度からの映像をお見せしますね。じっくりとご覧ください。だからと思うんですけど、経験っていうのが翻弄経と言いまして、経は発見の経で、いわゆる、この力が、練った力が背中をこう波のように翻って、はいはいはい、肩を通じて肘を通じて出すという、うん、こう丹田の縦回転が縦ですね。でここから出すというふうにやってるんですけど、はいはいはい、まあ、僕なりの指導法でやった練習方法がありまして、はいはい、おそらく中先生だったら多分このちょっとこれ外していただけますか。はいはい、で例えばですね、中先生、はい、こちらからちょっと握っていただいて、はい、まあ経験のこの月だと思ってください。はい、でこう触れてる状態で、力抜いていいですか。はい、例えばこう相手の月を受けれるか受けられないかというふうに僕の視覚で中先生が打った場合は、はいはい、ある意味このその視覚はごまかしがしやすい。いわゆる例えば中先生いつもおっしゃられてるように、はいはい、見えないでわーっと、はいはい、ズームアップするような。ただ触覚っていうのはさすがにもう情報量が異常者が多いので、うんうん、はい、ちょっと動くだけで、ちょっと動いてみてください。はいはい、動くと、うん、ちょっとついてみてください。動くと情報がいくじゃないですか。はいはい、でこの相手に情報を生かさないのをこうどういうふうにやるかって課題にした場合、はい、これあれなんですけど、翻弄形っていう感覚をですね、まず丹田をこうといってもちょっと難しいんだけど、うん、ちょっとこうイメージとしてここまで来て、はいはい、この状態ですね。これもう弓をもう引いた、うん、ピークの状態。ピークです。これはピークで、はいはい、ピークです。こっちがスタート点です。はい、もう他の場所からはもう力を持ってこずに、もうすでに来てるわけです。これはピークなんですね。はい、来てます、はい。例えば相手がこう向いてるのを矢印で表しますとね、丹田がまず縦回転した、うん、背中通った肩、うん、肘って、はいはい、剣まっすぐ、そしてまた戻る、また同じ回転するわけですね。ですからこれを、はいはい、突くのではなく、すぐに引いてくださいね。はい、すぐ引くんですね。引く、引く、引く、はい、でこれに、つくとすぐ察知されて抑えられますから、すぐ引いてください。わかりました、わかりました。はい、今頭の中では意識を引いてください、ね。はいはい、ただ体はここをついてください。意識は引くだけですね。そ、引くことで触らないです。ただ月はここまで出してください。待ってください、ね。はい、多分ちょっとここがスピード、うん、はい、せーの、いや、ついてますね。ダメです、ダメです。じゃあ、ちょっとゆっくり、じゃあ、ちょっと触ってみますね。はいはいはい、これ触ったら分かりますね。はい、で、これでやると当然分かります。はいはいはい、で、今度は意識で、はい、当てかります。はい、来ましたよ。はい、いいよ。はい、はい。もう一回ですか？僕今、ここまで来て、その前もう引くんだけど、まだ動いてないです。うん、で、引いて感じる。はいはいはい。後からも全然遅れてます。でどうしてできないかというと、うん、僕は引いてるんですね。うん、で引いてるから絶対触れない。うん、しかし体は矛盾してこう打ってるんですよ。分からない。いやでも今理屈は分かるんですけどできないんですよ。
でも感じないですよね。いやだからそうそうそう、これ完璧溺れてるんですよ。これは本能系です。宮平先生もう打ってたんですか。あ、打ちましたよね。いやだからもう、だからもう遅れてるんですよ全然。じゃあ、アテクヤちょっと見てください。剣がここに届きます。まず入ってください。はい、はい、ほら、当たってます。今当たってます。そうですね。これ、どうやってパワー出すかと、本当にこれです。だから、こっからスピードを出すと、要は加速しないといけないじゃないですか。そうですよね。でも、加速し終わってますから。はいはいはい。さっき言ったこう指が広がる。はいはいはい。で、これ、多分中先生だったら多分、あの、いや、経験のエッセンスを要するにそれなんですよね。でそれに方法が入ってくる。方法が入ってくる、方法が入ってくる、はい、ですよね、はい、いわゆる経験って三体式ですよね、はいはい、三体式は壁剣ですよね。いわゆる、はい、あこうピーチュエンって壁剣はこれをやると早くなんですか、それとも。いや、こっちは反応できないんです。あの反応させないというだから、例えばこうして先生さっき言ったつこうと思うとこっちも通じますから、情報はありますし、気も出てくるんで作って、うん、分からんですけど、全然分かんない。ただ僕は弾いてますんで、そうなんですよ、だから心は弾いてる。あのこれ弾くのもですね、決して触られたくないからこうやって俳句弾いてるんじゃなくて、これあくまで実験でですね、普通絶対触覚っていうのはちょっとでも動くことあるんだけど、しかしここまでついても相手反応できてない、はいはい、でオーバーに本当はこれで終わればいいんですが、うん、こうやってここまで弾いてもまだ動いてない、この辺でようやく反応するという、うん、スピードを見せてるんですね。はい、で全く反応できてないです。おこれ、あの中で僕体としてはうんと動かしてるんですね。本能拳、縦の本能拳、はいはい、これが経験ですね。まあそこまではいかないですけど、我々も例えば大泉さんの前に出るときに、そこまでいかないですよ、はいはいはい、後ろに下がるイメージでパッと行くと相手反応しないとか、後ろを下がる、そういうイメージとかあるんですよ。なるほど。ただここまでのあれはないですけど、はいはい、へ、うん、行こう行こうと思って来るんで、ちょっと下がろうかなってぐらいの意識で入っていくと、うんうんうん、今の月は、見ていただいてもいいんですけど、今の喋ったことはちょっともったいないですね。ああ、そうなんだ、はい、こういうの今日とかやったらまた面白かったです。や次撮っておきましょう。いや、本当反応してないんですよ、自分で分かるんですよ、あれっていう、僕弾いてますからね。はいはいはい。で、なんかこの自分の中での矛盾ですよね。そうなんですよ。引くだからもう引かないといけないのと、体は前に行くという、だから反応できてないですよ、うん、面白いですね。これが北方武術の、まあ、一つの特徴ですね。また進化しそうですね、はいはい、えー、いや、おそらく中先生ならもうすぐにできるんじゃないでしょうかね。面白いな。すいません。さあ、ここからが別角度の映像ですよ。目を皿のようにして見てくださいね。この状態ですね。これもう弓をもう引いたピークの状態、ピークです、これはピークで、はい、ピークです。こっちがスタート点です、はい、もう他の場所からもう力を持ってこずに、じゃあちょっとゆっくり、はいはいはい、じゃあちょっと触ってみますね、はいはいはい、これ触ったら分かりますね、はい、で、これでやると当然分かります、はいはいはい、イメージで、今度は意識で、はい、当てっかやります、はい、来ましたよ、はい、いいよ、はい、はい、もう一回ですか、僕も僕で今、ここまで来て、その前もう引くんだけど、まだ動いてないです、うん、で、引いて感じる、はいはいはい、後から全然遅れてます。でどうしてできないかというと、うん、僕は弾いてるんですね、うん、で弾いてるから絶対触れない、うん、しかし体は矛盾してこう打ってるんですよ。分からない。いや、でも今、理屈は分かるんですけどできないんですよ。でも感じないですよね。いや、だからそうそうそう、遅れ、完璧が遅れてるんですよ。で、これは本領系です。宮平先生もう打ってたんですか。あ、打ちましたよね。いや、だからもう遅れてるんですよ全然。じゃあ、アテクヤちょっと見てください。剣がここに届きます。押さえてください。はい、はい、ほら、当たってます。今当たってます。そうですね。これどうやってパワー出すかと、本当にこれです。だからこっからスピードを出すと、要は加速しないといけないじゃないですか。そうですよね。でも加速し終わってますから、はいはい、さっき言ったこう指が広がるじゃないですか。はいはい。で、これ多分中先生だったら多分、いや、経験のエッセンスを要するにそれなんですよね。へえ。それに方法が入ってくる。方法が入ってくる、方法が入ってくる、はい、ですよね、はい、これをやると早くなんですか、それとも。いや、こっちは反応できないんです。反応させないという。だから例えばこうして先生、さっき言ったつこうと思うとこっちも通じますから、情報ありますし、気も出てくるんでつくって、分かるんですけど全然分かんない。ただ僕は弾いてますんで。そうなんですよ、だから心は弾いてるけど、これ弾くのもですね、決して触られたくないからこうやって俳句弾いてるんじゃなくて、これあくまで実験でですね、普通絶対触覚っていうのはちょっとでも動くことあるんだけど、しかしここまでついても相手反応できてない、で、オーバーに
本当はこれで終わればいいんですが、うん、こうやってここまで引いてもまだ動いてない、この辺でようやく反応するというスピードを見せてるんですね、うん、はい、全く反応できてないです、うん、これあの中で僕体としてはうんって動かしてるんですね、本能系、縦の本能系、はいはい、これが経験ですね。どうでした、見えましたか。いやー、今回は濃かったですね。短い時間でしたが、超貴重な技術と話がいっぱい。実はこのトークの完全版は2人が中国に行った DVD グレートジャーニーオブ空手3の特別版に入っています。気になっちゃった方はぜひお買い求めください。Everyone is a hero in Krobi World。 Krobi World では誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた Krobi World でお会いしましょう。